はい、じゃあ続いてやっていきましょう。8個目のツムですね。続いてこれソフィア、小さなプリンセスソフィアっていうんですけど、なんかこれ面白いですね。ランダムでプリンセスのツムを使うよって、シンデレラ、ベル、ジャスミン、オーロラ姫、アリエル、白雪姫って6つの種類を使うんですけどね。うん、なんかね、今ねちょっとね一瞬の隙間があったんですけど、これを再開するまでに動画を撮る、その間にね奥さんとちょっと喋っててね、もうなんかツムツム耐久レースみたいになってるやんと、もうほんまその通りになってて、これまだ 8個目ですからね。僕の持ってるツムのレベルで言ったら、レベルじゃねえや、あの数で言ったら、多分そんなもん、なんか今から考えてもゾッとするような数持ってると思うんで、それ今から全部ね、あの、もう連続撮りしていきますよってなったら、もうなんか頭いかれそうな気がしますけどね。まあアップ自体は多分1日1本ずつくらいとかにするつもりなんですけど、何が出るかな。あ、ジャスミンだ。ってことはフライングカーペット。マジカーペラもういいや。はい、ということで、これでもあれだね、どうせなら6回使いたいっすよね。全部出したいけど、全部出す。もう30秒経ってるし、やべえな。続いて、誰？またジャスミンかよ。なんなんだよ、このジャスミン率。ただめっちゃ消すな、おい。26個も消したぞ。すごいな。そうなんですよね。もう連続撮りしてるというね、こう、本当にもうただただ耐久レースっていう感じでやってるんでね。もう、あの、それはネタも尽きるわなっていうことで、皆さんご愛嬌で許していただけたら、でも、また、ちょっと待って、セブン、スリージャスミンが揃ったぞ。コインガッポガッポ出てくるやつやん。マジか、6種類使いますって言って、何これ固定なの？今回ジャスミンだけですみたいな感じ？ちょっと待って待って待って。すごいな。3回やって3回全部ジャスミンだったぞ。そういうもんなんですか？すいません。僕、この子初めて使ったんで、ちょっとどういうシステムなんかよくわかってないんですけど、これでまた、ジャスミン来たマジか、そっか。1回に1個のスキルしか使ってくんないのかな、これ。そういうことか。なるほどな。わかりました。はい。すいません、皆さん。なんか6個だから、まあ3つ4つくらい、こう別々のプリンセスのツム紹介できるかなと思ったら、すいません、オールジャスミンでしたね。ということで、一応全部確か持ってたはずなんで、もう一回見てみましょうか。確か他のプリンセスの、あの、それぞれの特有のツム持ってたはずなんで、その時の動画でご紹介できたらと思います。ね、なんだったっけ？はい。シンデレラ持ってます。ベル持ってます。で、オーロラ姫持ってます。アリエルも、シレキ姫も、ありますんで、あの、ご安心ください。ちゃんと、その時の、ちゃんと固有のツム使う時に楽しんでいただけたらと思います。ということで、お疲れした。バイバイ。